もう一回強くなって一からこの舞台にまた戻ってくれるようにしたいと思います。あと1点となりました。ジャンプサーブポイント。去年のリベンジをして自分たちの今まで行ったことのないところに行こうっていう話をしてて、自分が決めてやろうと思いましたし、セッターにも持ってこいっていうふうにトス上げてもらったんですけど、セッターの前田、それでも水町にボールを預ける。それをつないだ近江の3年生、ストレートは無情にもアウトのコール。チームまとめのキャプテンになった時にもみんなずっとついてきてくれて、自分一人でバレーしてたんじゃなくてチーム全員でバレーをやってて、最後自分にボールを集めてくれて信用してくれたんで、ありがとうっていう気持ちが一番大きいです。こうやって投げたことが夏からの成長じゃないか。こうやって泣けることが財産だぜ。な、本当にお前らに感謝してる。こういう舞台に連れてきてもらって本当に感謝してる。ありがとうございました。将来教師になるのが夢なんで、本当に佐藤先生のような教師になりたくて、本当にいろんな言葉をかけていただいて、それが今の自分の一部になっているところもあるんで、迷っている人を前向きにできるような、前へ進められるような教師になりたいです。お父さんが一番この春高を楽しみにしてたんですけど、その試合中も弱気になったりした部分もあったんですけど、お父さんが絶対応援してくれてるからって自分に聞かせて、一番家族が支えてくれたって思いながら一生懸命プレーしたので、こんな結果だったけど、3年間頑張ってきたのにはお父さんもまたねって言ってくれると思います。上からしかチームに貢献することできないから、一歩一歩キャプテンキャプテン。3年生6人いて
一番下手くそだし怒られることもいっぱいあったし、だけどみんな支えてくれて、コートで戦ってくれてありがとう。本当に。